愛して愛して何やってもうまくいかない。あ、待って、でもこれトリルめっちゃ刺さるわ。このパーティートリルめっちゃ刺さるわ。勝ちました。はい、勝ちました。本当よろしく。なんやお前。あ、いやブリアスかなとは思ってました。じゃあ私ジュペペッタよろしく。何ブリアスだろう。まあ何だったとしてもうっとうしいな。まあトリックルーム貼っておっか。まあトリックルームでも貼っておきますか。あ、自信、普通のブリブリブブリアスだ。いた。あ、でも耐久にも振ってんのかな。じゃあトリル行こうかい、行こうかい。ここで捨てろかな。まあいいや、道連れっとこうと。大丈夫大丈夫、きっと俺のこと知らないよこの人は。いや道連れー。ねえ600族一緒に行こうよ。あー、玄米だって。あいつうざきやがって、あいつうざきやがって。玄米だと、あいつ。とっとと自主退場しようと。後で会おう、また後で会おうぜ。とっとと自主退場しましょう。じゃあこれきつい、これはきついの。よろしく、また後で会おうぜ。そういや俺アーマーがいたな裏に。あ、ここ自信なんだ。これね、これね、あのめちゃめちゃ攻めなんだけど、あのねアドでここでねトリックルーム打つのもありなんですよね。ただタクミスったらバケモンみたいなガブリアスが登場するだけなんで、できないんですよねそれ。それちょっとひよっちゃうよね。それちょっとひよりヌンティヌスですよね。じゃあ私経験下に行こうかい。ま、人間素直が一番か。やったー、素直でよかった。うわー。深読みしなくてよかった。あ、アイスハンマーって接触技なんだ。へー、よかった。トゥ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 、なんだ、おい、いや、ウェーニバルだって。あいつふざけやがって、お前舐めやがって、俺の結局カニの技範囲舐めるな。お前結局カニの技範囲舐めんなよ。あいつ舐めてんぞ、あいつ舐めてんぞ、あいつ喧嘩に舐めたらあかんぞお前。ふざけやがって、お前、お前経験下にの技範囲舐めんなよ。言ったら経験下に、うわぁ、サッター。まあみんな知らんよな。まあここでトリル切れるんですけども、ここでトリル切れちゃうんだけど、さあ頑張っていきましょう。ラス1番、いやー、トドロクツキだよな、いやだよな、いやだよな、トドロクツキだよな。行くかお前ら、行こうかお前ら。 20% って知ってるか、 お前ら君たち誰でも簡単に 20% の確率で勝てる方法教えてやろう。トリックルーム関係ないで、これでか、うわあ。またしても発動しない爪はなんだお前。いやドラゴン、なんかなんかわかんないけど、このカニ物理耐久振ってるんですよね。そう、スケショ覚えるんだこいつ。いや耐えないかな、ワンちゃん。う、全然耐える、耐える。舐めるな、カニを、カニを舐めるな、痛い。いや止まれ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 、やぶれやべ、ケケンカニ頼む、あってろおっちゃん。三立てあっぶねー、死ぬとこだった。